要するにすっげえ重いです。60g です。これをこうやってやって沈めるとすごい、ね、実は俺は泳がないと思ってたんだけど、沈下はすごくいいですよ。ほら、前方に斜めホール、水平よりも前方ですよね。ほらちょっと前方に行ってということは完璧。まあ水平でもいいんだけどね。もういいじゃん。落ち込みはいいです。やっぱり沈下を中心にしてチョン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 、これですよね、こういう動き、ね、で要するにナブラに打ち込んで持ってきて沈めて沈めて沈めて、いいじゃない。どうでしょう。距離はバッチリ。これね、多分この長さとこの縦のバランスがもしかしたらいいのかもしれない。かえってこのくらいで短い方が、普通短いとなんか曲がっちゃいそうなんだけど、いいもんね、普通にいくもんね。ほらなんか待ってきてるね。これはね、オリジナルカラー、ライズオリジナルカラーのサンマ、いろんなのありますね。イワシカラーだったりとかありますけども、これがサンマカラーです。くちばしが黄色いのが特徴。こんな太ったサンマいねえよっていう話もありますけども、まあサンマだと思って、はい。入んなかった。今入りました。おいしょ、多いじゃん。あ、完璧。